右前足にかかって、あ、後ろ右足ないっすよ多分。いや、やっぱ足ないっすよ。金玉から打って大丈夫ですか。もう食べるんですか。いただきます。バリバリ、うん、最強にうまいっすよ。師匠の宇治の玄関に鹿の桃がぶら下がる。もう魔除けのお守りみたいですね。進撃の巨人ですもんね。進撃の巨人。すげえ、おお、あ、切られた、あ、あ、切られた。ということでね、今イノシシが罠にかかって寝てるんですよ。昼寝してるんで静かに喋ってます。ということでね、ちょっとねイノシシ狩りしていきたいと思います。行ってきます。これ、あ、起きました、起きました。います、います。右前足にかかって、あ、後ろ右足ないっすよ多分。すごい今日は。では私はこちらから回っていきますんで。ヤスじゃないですか、この前のヤスじゃないですか。今日は師匠と、師匠の師匠と遠くからこちらとこちらで、あまり近づいて興奮させないように。今日はまだ土佐方ってないんでね、興奮はしてないですね。逆立ってます、興奮してます。でかっ、おっきいっすね。ちゃんと2発当たってます。いや、やっぱ足ないっすよ。本当ですって。この前のやつですって、ほら足ないっすよ、ほら。やっぱりちぎれたばっかりで、これ、うん、あ、ちぎれたばっかりなんですか。こっちの片っぽあったらあるもん、俺。これ赤いじゃん、まだ。はい、すごい、この前逃げたやつだ。仕留めました。ごめんな。レバー堪能がない。堪能ですか、それ。なんかよく熊のいいって言うじゃん。へえ、レバー、あったかい。これも食う。大丈夫です、大丈夫です、俺は。ウインナーみたいですね。ウインナーみたいですね。掃除するの、掃除する。逃げ餌持っていけばいいんじゃないですか。やってけろって。ほら、あー、これでも貫通しなかったんですね。こう弾かれたんだよね。弾かれたんですか、うん、へー。煙出てたもんね。出てました、出てました、うん。やっぱやっぱ。今の脳天言いましたね。今のは入ってますね。当たったよね。当たりました。煙出てますもん、頭から。すごいですね、生命力。こんな当たってんだぞ。それだね。穴がないですね。あ、このこれ結局当たってもつるんっていくってことですか。
多分これこのハゲデンのそれでもあるよねこれ。ここハゲデンの風圧筒があるで。これハゲデンちゃうここ。はいはいはい。バーンと当たって、バーン。サーンってです。だから結局バーン横から打たないとダメだっていうことですよね。そうそうそう。いや良かっただけど。良かったっすね。あの足ないまま生きるよりは全然ちゃんと捕まえれたんで、はい良かったと思います。良かったと思いますよね皆さん。ちゃんと駆除しました。前回のあのちぎれた足ですこのねこれですよこれ。皆さんちょっと細くなってるけどねちゃんとほら爪がこうですね、うん、こう、うん、これなんですよ前回のちゃんとしたイノシシです。捕獲できたね、はい、これ違うじゃねえかって言うと思いますけどほらこの爪を見ればわかります。同じサイズ同じ爪なんですよ。これちょっと痩せちゃったんでね、うん、はい、これがここでこう爪がこうなのこうの爪がこうで、うん、ほらなんですよ。だから前回のこれが証拠です。あと、もう29日かな。おー、2月2月の最後の日、ああ、寮の最後の日ですね。そうそうそう、指定管理最後の日。これどこの部位ですか。後ろ桃桃こっちも桃桃大きさ違うだけ、ね、こっちでかいのこっち小さいの。うまそう。うまそう。金玉買わなくて大丈夫ですか。金玉なんかすんごい気になるんですけど俺金玉袋に入れやかな。もう切ってきた。やばい。2時間前まで生きてたってやつだね。ですよね。新鮮も新鮮ですからね。そんな大きく切るんですか。いいの歯応えあるよね。贅沢っすね。さっきまで生きてたってやつですもんね。生で生きると俺鹿食べました。鹿の、うん、いやあの冷凍したらば生きるんですけどね、うんうん、だんだんだ雑菌がなくなってサドラマスの石で一回冷凍んですね、うん、何あるか分かんないんで菌がすんげえ。これがイノシシのレバーです。食い物に困らないっすね。いやいやいや。肉だけな。またき。またき。キノコも。キノコも、サワナもだし。山菜もだから、ね。山菜もあるし、本当食い物困らないっすね。あと米やればいいっすもんね。農家米農家。実家でやったから。あ、もう困らないじゃないですか。自給自足だった。仕事しなくていいじゃないですか。いや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 。これ、ね。なんでこの黄色いんですか。これ寒くて寒くてですね、うん、固くなってです。お疲れ様でした。いや宇治さん来て喉からこれで餓死したって言われても困るしよ。大体いつもここですけど喉乾くんですよ。下げんでから来るから。あでもね 騒いでから来るから。はい一緒に行こう。もうちょっと火力強かったみたいな。これもがっつり火通すとあんまり良くないんで火力の火力。レバニラやば無類のレバー好きのナス兄さんなんで、あの俺すんげーレバー大好きなんですよ。こいつはねプリンプリンだから。へえ。もう食べれるんですか。何ですか。火通しすぎるとダメ。ああのシンプルに塩コショウが。シンプルに塩コショウで、うん、それは梅見なかったりしな。それじゃあねこのレバーを今日取れたてのレバーをねいただいていこうと思います。すべての命に自然に感謝していただきます。よし。ではいただきます。いただきます。プリプリだよ。プリプリだから。うん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 。わかる、うん、もさもさしてないか。はい、うん、プリプリ。うん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 。塩コショウで全然いけるでしょ。全然ですね。おい、やば、うん、プリプリ超うま。超プリプリなんだ。ちょっとやっぱ臭みあるな。もうちょっと血抜けばよかったけど。うんうん。まあ、レバーってこんなもんでしょ。すんごい
獣の、うまみはあるでしょ。うん、獣の味します。うん、ほんと切れ目入りで、贅沢言えばちょっとニンニク欲しいですね。おたまニンニク欲しいってか、あるんすか。ないっすよね、俺が栽培したニンニクよ。あるんすか、そんなの。ほんとはニンニクある。これ自家栽培で、自家栽培なんすか。毎年毎年、うん、仕事しなくていいじゃないですか。ニンニクチップ、ニンニク、ニンニクチップ、ニンニクチップ。違う、最強にうまいっすよ。違う、やっぱり。うん、まっ、超うまね。これうまいっすよ。うまい、最強ですよこれ。やっぱお前料理人だ。ええ、これもう超最強。ね、やば。食感がやばいよね。やばい。ニンニクで、うん、あのまあ臭みが一瞬でもうなくなるじゃん。だってね。食感プリプリ。うん、最高。うまい。うま。うん。じゃマジ。ニンニクのせで正解。でしょ？うん。これほら。必要な甘いもん。全然違う。うん、え、こんなうまくなるのって。うん、うん、うまっ、でしょ。うまい。食感が普通のレバーと違うじゃんこれ。うん、超うまい。うん、にんにくです。2切れしか食べないですけど大丈夫ですか。めちゃくちゃですけど。うん、最強。うまい、最強だね。うん、生にんにくってのもいいっすにゃ。うん、やばい、これ生ニンニクが一番いい。うんうん、めちゃめちゃ新鮮なレバーいただきました。うん、はい、全ての自然と命に感謝してごちそうさまでした。ごちそうさまでした、イノシシさん。はい、って感じでね、今日はなんとなんとね、はい、師匠から電話来て、まさかのね、ちょっとあんま笑ってあれだと、まだまだ、いや、奇跡ですね。はい、前回のあの罠にかかって逃げられたやつが、まさかかかってると呼ばれたのが、その意味が分かりましたもん。まさかじゃねえかなと思ったら、本当に前回の逃げたイノシシが取れたっていうことですよね。すごかったです、奇跡です、奇跡ですね。そしてじゃあ取ってあげてよかった。んで、まあそうですね、はい、取ってあげてよかったですね。うん、取れてよかったですね。はい、そしてあの新鮮なうちに、ね、レバーいただきました。はい、美味しかったですよ。はい、あとお肉はね、後から解体したらばもらいます。残念ながら心臓はな、あ、心臓ぶち抜いてましたからね。一発は出なかったね。初もうまいんだ。初もこうやってレバーみたいにやるんですか。同じさーって、でも命中しましたからね。うん、もう心臓バーンでしたからね。破裂してくれないかな。うん、って感じで今回の動画終わります。はい、今回完結しました、飼料イノシシ。はい、なんとかね仕留められたんでよかったと思います。はい、もしよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではナイスデイ。来年はクマお願いします。来年、今年の今期のクマ、俺は行かないんで、あのクマが取れたらば、あのお肉いただいたらそれ食べる動画撮りますんで。まあクマのことだけど、はい、あの今回はあの今年はお前今度マイタケ取りも、ね、あ、そうですね、マイタケ、はい、マイタケも行きますね。期待だけからちゃんとあの渓流であの全身機械が鍛えておきますんで。はい、ということでまだまだ動画ありますんでお楽しみにしておいてください。